長い髪って憧れます？うわー、びしょ濡れ。でも長い髪にはそれなりの悩みがつきものなんです。ふぅ、ああ、お水の節約になるわ。ああ、もう朝だ。いい気分だな。よっしゃ。また月曜日。準備に時間が必要なのに。わあ、あ、こりゃお仕事だ。早くしてよ。パーティーに遅れちゃうよ。あと5分待って。はいよ。そろそろ乾いた。ダメだ、まだ濡れてる。ああ。これなら。出かける頃にはクリスマスになっちゃう。ったく。終わったよ。行けるよ。あれ、デビッド？待って。あれ？みんなあっち行った。誰も私とダンスしないの？これでどうよ。わお。あは、俺じゃあれできない。そうだ、これでどうだ。みんな、げあれれ、くそ。いいね、この曲好きだ。あれ？おい、何？なんで音楽聴けてるの？髪の毛に隠れてるし。
いいでしょう。悪事はバレるぞ。は？これって不公平だろう。あ、これドラゴンフルーツ成分入り。あ、いた。あ、結構抜けたな今日は。あれ、空っぽになってる。ないよりはいいか。シャンプーごめん。なんだよ、ちくしょう。笑えるだろ。部屋めっちゃ暑いんだけど。大丈夫かい？ええ、汗かいてることくらい気づいてよ。なんか更衣室の匂いする。ふふふ、席移ろうか。そうね、ごめん、もう帰る。え？俺の匂いじゃないな。ちょっとマンディ。わあ、わあ。切るの早い。髪が邪魔すぎる。綺麗にできたろ。あ？おい、なんだ？その、短い髪の方がいい気がしてきましたか？それも仕方ないかも。動画のお友達との共有をよろしくお願いします。